テンプル、大学生の男女がラブホ行ったらさ、エッチするだろ。なんでしないんだよ。エロアニメじゃないからだよ。わかってたけど、女がやる気だったのが、エチでしたね。これからのエチ展開に期待です。以上、テンプルのお話でした。